amazon fire TV は a m a z o n .com が販売するメディアストリーミングプレイヤー。インターネットを介して配信されるデジタルオーディオ、ビデオコンテンツを高精細テレビや液晶ディスプレイを使って視聴できるようにするほか、モバイルアプリ等を介してゲームコンテンツを楽しむことができる。アメリカのほか、英国、ドイツ、日本で販売される。モデルは優先乱対応の Fire TV Fire TV をコンパクトかつ、廉価モデルにし、テレビの HDMI ポートに直接刺す無線 LAN 専用のデバイスである。Fire TV Stick Cube 型の Fire TV に、アレクサ機能を搭載した Fire TV Cube の3種類がある。Fire TV 第一世代は2014年2月に99ドルで発売された。 2015年に 4KUHD に対応した第2世代が発売された。第1世代最初の Fire TV に由来する。2014年2月に99ドルで発売された。Bluetooth リモート制御マイクロフォンの音声検索に対応し、1080p ストリーミングと HDMI オーディオを搭載し、ドルビーデジタルプラス七7.1サラウンドサウンドパススルーをサポートし、 イーサネットポートと USB2.0 ポートを備えています。Amazon によると Fire TV は Apple TV などの競合他社よりも性能が優れているように設計されている0.72インチの厚さのボックスは 1.7GHz クアッドコア CPU2GB の RAM802.11A, B, G, N Wi-Fi よび10 100イーサネット接続を介した 1080p ストリーミング用のデュアルバンドワイヤレス無線とともに 8GB の内部ストレージを搭載。同社は Fire TV がゲーム機と競合するつもりはないと述べた。代わりにそのゲーム機能はまだコンソールを搭載していないがスマートフォンやタブレットでゲームをプレイする可能性のある人々を対象としている。専用のコントローラーアクセサリーもある。 第二世代 Amazon は2015年後半にスローンというコードネームの第二世代 Fire TV をリリースした。第二世代は 4K 解像度のサポート、プロセッサーパフォーマンスの向上、H265、VP8、VP9 コーデックをサポートするメディアテック 8173C チップセットを備えている。ワイヤレスハードウェアは 2X に MIMO 及び Bluetooth 4.1を備えた。 デュアルバンド八百二点一一 a B, G, N, AC Wi-Fi がアップグレード。第三世代 Fire TV Wiz 4K ウルトラ HD とアレクサボイスリモートを搭載した Fire TV としても知られる第三世代の Fire TV は二千十七年にリリースされた。これは短い HDMI ケーブルで吊るされた Fire TV スティックを連想させる小さなダイヤモンド型の ペンダントの形をしており、以前のセットトップボックスデザインとは全く異なる。プロセッサは低速だが、第2世代の Fire TV よりも多くのラムが搭載されており、4K 解像度のストリーミングや、ドルビーアトモス、および HDR10 もサポートされている。2018年に生産が中止され、現在の Fire TV Stick 4K が採用された。第1世代 Fire。 TV スティックリモコン付け第一世代2014年11月19日に Amazon は Fire TV スティックと呼ばれる Fire TV より小さなデジタルメディアプレイヤーをリリースした。Fire TV スティックは HDMI ポートに差し込むドングルタイプの本体に様々な Fire TV の機能搭載。ハードウェアは Broadcom BCM28155 1.0GHz c o r t e x a 9プロセッサと、Broadcom ビデオ高 4GPU を搭載。1GB の RAM、8GB の内部ストレージ、重さ 25.1g。ワイヤレスハードウェアは、Bluetooth 3.0よび Wi-Fi は、デュアルバンド 2X に MIMO を備えた 802.11A, B, G, N 対応。 第2世代アレクサリモート搭載の第2世代 FIRE TV スティック2016年10月20日に Amazon はコードネームタンクのアレクサボイスリモートを搭載した FIRE TV スティックをリリースしたハードウェアはマリ 450MP4 GPU を備えたメディアテック MT8127DeepArt Core Arm 1.3GHz プロセッサーを搭載 H265 コーデックのサポートが含まれる。オンオクトーバー20 2016, remote, remote,、2016、Amazon リリースのザ・ファイアー・ TV スティック・ウィズ、アレクサ・ボイス・リモート、コダ・ネンド・タンク、アザー・ザン・ザ・ニュー・リモート、ザ・アップデイツ・インクルード・メディアテック・ MT8127D イクワード・コアーム1 3ヘルツプロセッサー・ウィズ、A マリマイナス 450MP4 GPU、 アンドサポートフォーザ H265 コーデックワイヤレスハードウェアは、Bluetooth 4.1よび Wi-Fi は、デュアルバンド 2X に MIMO を備えた 802.11A, B, G, N, AC 対応。1GB の RAM と 8GB のストレージを保持し、重量はわずかに増えて 32.0g になる。2019年1月。 第2世代の Fire TV スティックが Fire TV4 系モデルから採用された第2世代リモコン付けで再発売された。第3世代2020年10月、2つの第3世代 Fire TV スティックモデルがリリースされた。Fire TV スティックモデルには t v コントロールボタン付きのリモコンが含まれているが、Fire TV スティックライトモデルのリモコンには t v コントロールが含まれていない。 どちらのモデルにも Fire TV Stick 4K と同様の内部ハードウェアが含まれているが最大出力解像度は 1080p で RAM はわずか 1GB となっている Fire TV Stick 4K2018 年12月 Amazon は Fire TV Stick 4K を発表したこれは第3世代の Fire TV の光景である 1.7GHz クワットコアプロセッサに アップグレードされ、4K 出力、HDR10 よびドルビービジョン、ドルビーアトモス、およびハードウェアアクセラレーション MPEG-2 デコードをサポートする。また、赤外線送信機とテレビの電源と音量を制御するためのボタンを含む改良された音声リモコンも含まれている。このリモコンは、以前の Fire TV モデルと互換性があり、アップグレードとして個別に販売されている。 1> 第1世代 Fire TV Cube は2018年6月にリリースされた。機能は第3世代の Fire TV に似ているが、Amazon Echo スマートスピーカーラインに似た組み込み、Alexa 機能も含まれており、HDMI-CG e と IR ブラスターを使用して音声コマンドで他のデバイス制御できる。Fire TV Cube には音声機能がデバイス自体に統合されているため、 音声リモコンは含まれていない。このデバイスは 1.5GHz クワットコアアーム4ザカ c a 5 3プロセッサー、2GB RAM よび 16GB ストレージを使用する。日本では未発売モデル。第2世代2019年9月にヘキサコアプロセッサー、ローカル音声制御およびドルビービジョンと HDR10 のサポートを備えた第2世代モデルが発表された。 このモデルからカナダ、イギリス、ドイツ、日本でも発売。ありがとうございます。